全景出展、国土交通省、国土画像情報岐阜県立飛騨高等学校は、岐阜県高山市に所在する、県立高等学校である。1886年5月17日開校。通称は、明高。飛騨とは、万葉集で、飛騨国を意味することから。交渉である影老省は、当時図画家の担当であった田島東さんによって、考案された。大町慶月。 コーダ・ロハンに高く評価されたと伝えられている。伝統的な爪入りの学生服、セーラー服が指定されている。なお、性別による指定はないため、男子がセーラー服、女子が学生服の着用をしても良い。制定は1908年で、岐阜県下でも古くから残っている校歌である。生徒が流行歌を歌わないように、というのが校歌の誕生したきっかけである。作詞は、 当時の国語教師、今村勝一。作曲は、くすみ温三郎。歌詞は乗倉だけや宮川などの風景を織り込みながら、学校の校訓などを歌っており、学校名が全く入っていない。そのため、旧制中学から新制高校に変わってからも変わらずに歌い継がれている。なお、影う祭りと呼ばれるようになったのは、1992年度の文化祭からである。 運動系部活動では、陸上競技部を筆頭に、公式野球部、弓道部、バスケットボール部、文化系部活動では、美術部、放送部を筆頭に科学部、写真部など文部を問わず活躍する部活動が多い。特にここ数年毎年、陸上競技部はインターハイへ、美術部と放送部は全国総合文化祭へ出場しており、これらの部は県内でも強豪校と目されている。 公式野球部は第97回全国高等学校野球選手権岐阜大会で初めて飛騨地方の高校から決勝へ進出し準優勝となった。ありがとうございます。